はい、今日は WBS ワールドブロックチェーンサミットシンガポールの方に来てみました。中がどういう風になっているのか見てみたいと思います。今日はですね、ワールドブロックチェーンサミットの方に来ております。今我々無限そして DMF は、コインストアといろいろちょっとお話をしている状況ですよね。はい、そういう感じで若い3名と我々が結構いろいろお話をしている状況です。今日は2日目なんですけれども、昨日に比べると人は、そこまでは多くないんですけれども、ちょっと一周してきてみたいと思いますよね。今こういう感じになっております。コロナは、そこまで今は、多くないので、特に入場制限みたいなのはないみたいですね。中はこういう感じになっております。どうでしょうかね。今はちょうどネットワーキングの時間になってますよね。ネットワーキング、そして、ティータイムになってます。シンガポールは本当に世界的な都市なんで、特に今回はインドからの出店の人が多くてですね、6割7割の方がインドの方でしたね。はい、そしてこちらが我々の DAMF、 そして無限グループになっております。はい、こういう感じです。こういう感じです。今ちょうど、ステージカンファレンスが終わったみたいな感じで、ちょうどティーブレイクタイムになっております。こちらノムさんがいらっしゃいます。素敵です。そうですね、今ちょっと動画の方を撮りながらちょっとしてますよね。あそこも結構おすすめかもしれないですね。今こういう感じで、ティータイムですね。はい、シューマイであったりがいろいろありますね。こういう感じになっております。こちらの方がカンファレンス場になっております。こちらが、カンファレンスの会場です。ワールドブロックチェーンサミット。こちらが有名なビットコインマンです。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。というような感じでみんなフレンドリーですよね。こちらの方も昨日来ましたし、こちらはコインストア今お話しているところですよね。はい、今日はもう最終日なので結構早めに片付けてるところが多いんですけれども、昨日今日非常に内容の濃い、出張になりました。シンガポールっていうのは久しぶりに来たんですけれども、住みやすくて値段も思ったよりも韓国よりは安いので、また来てみたいというふうに思っております。そうですね、こちらが、ちょうど完食の時間のものになっておりますね。はい、こういう感じで、多分通訳が必要だと思いますので戻ってきました。はい、こういう感じです。我々の DAMF 無限もロゴの下にあります。それでは成功的なビジネス結果が出るように、いってらっしゃい。